はい、こんにちは。水星の魔女第8話、会社立ち上げの取り組み、なかなかに楽しかったですよね。ただですね、細かく見返していくとですね、結構変わってる部分だとか、ね、意外な人物の名前があったりだとかですね、楽しい発見がめちゃくちゃ多かったので、今回はね、感想動画にいただいたコメントも加味して、解説、考察、していこうかなというふうに思います。はい。まあ、項目としては主にですね、掛けオッズの上位者10名の名簿の情報、リリッケが書いていたホワイトボードの翻訳、PV から見えるですね、裏側の奮闘っぷりっていうところから、まあ、シャディクのこれまでの動きなんかについてね、ちょっと確認しようと思います。最後にちょっとまあ、個人的に注目した点だとか、小ネタについて紹介しようかなと思いますので、まあ、のんびり話をしていきますが、よろしければお付き合いください。まずは、決闘の賭けオッズ上位者10名の情報から分かるところでね、紹介してみたいと思います。これ結構ね、個人的には楽しい発見が多かったんですよ。意外な人物とか見てね。で、これ何かっていうと、オゼロが授業中に見ていたね、決闘における、まあ、現状を勝つと思われている、名簿の10名ですね。トップ10だと思います。まあ、これはパイロットとしての腕だけじゃなくてね、バックボーンも可能性がありますよ。単純にオッズですから。はい。でですね、まあ、細かく見ていく、ね、時にですね、一応注意点としましては、色によって量が分かるようになっているのと、あとはですね、まあ、学年もね、分かるようになってますので、この辺加味してね、ちょっと見ていくと楽しかったです。まあ、1位からいきましょうか。はい。1位、御三家の中でまだ唯一負けていないシャディク・ゼネリ。まだとですね。2位、母に簡単に丸め込まれるスレッタ・マーキュリーさん。3位、実は自転車すらまだ乗ったことないかもしれないエラン・ケレス本物。4位、キャンプの達人グエル・ゼターク。で、こっからですね、はい、順番に見ていこうと思うんですけど、まず5位はですね、はい、サビーナ・ファルディンさんです。この人はですね、今回シャディクと一緒にいたんだけど、実は2話の時点でもエランとね、シャディクが話をしている時に付き従っていましたので、そういった意味でかなり信頼を得ている人物ということで、いいと思います。そしてですね、6位がね、意外な人物というかですね、はい、オルタ・シューバッハですよ。いや、誰やねんっていう話なんですけど、この人ね、その、寮がですね、御三家の寮じゃないんですよ。オルタ・シューバッハ。シューバッカ、失礼。オルタ・シューバッカね、失礼しましたね。オルタ・シューバッカファンの人に怒られますね。失礼しました。オルタ・シューバッカ、誰かっていうとこれ、4話の時点でスレッタが、いや、お前失格って言われとって、メンバー集めるのもね、試練だからね、ちゃんと寮の人に頼めみたいなこと言われてる時にですね、オルタ・シューバッカ合格って言われてた人ですね。残念ながらね、顔はわからないんですけど、ただその時に一緒に働いてるというか、一緒のチームメンバーが映っていましたので、はい、もしかしたらまた出てくるかもしれません。そんなわけでですね、御三家のバックボーンがないのに、ないのにね、6位にランクインしていたね、オルタ・シューバッカ、なかなか期待できると思いますね。で、次行きましょう。7位、ラウダニールですね。ジェタークリアです。そしてですね、8位はね、ジョナス・モーウェンっていう人があったんですけど、この人は全然情報がなかったです。ちなみに、その御三家の寮でもなかった。そしてですね、9位がですね、ラグネア・オーリスっていうね、人がいてですね、これがね、僕ちょっと期待してるんですよ、ラグネア・オーリス。ラグネア・オーリス、ジェタークリアなんですね。ただ、このトップ10の中でですね、唯一ですね、まあ、M がついてるんで1年生なんですよ。そう、パイロットか1年生っていう、そのランク10の中でですね、ジェターク寮かつ、ね、1年生っていうことでですね、なかなか有望ではあるんですよ。9位ですけどね。そう、つまりね、自分ね、いるんじゃないかと思うんですよ。グエル先輩3年生ね。で、まあ、ラウダが2年生なんですよ。ってことは、ジェターク寮にはですね、ちょっと有望な1年生がおってですね、実はその3兄弟なんじゃねってね、個人的には規定していたりするわけですよ。出てきていないんだけどね、異母兄弟として3人目のね、そう、ジェターク3兄弟なんじゃねと個人的にはね、睨んでいて、まあ、全然出てきてないんだけど、ジェターク寮のね、ラグネアオーリス、自分はね、期待している部分ではあります。はい。で、そしてですね、話がそれましたが、本題としてはこちらでしょう。10位が、レネ・コスタっていうところになります。まあ、これはね、シャディクのところの一人になりました。刃キャラクターですね。はい。そんな感じで、まあ、この二人が上位ね、シャディクのところの中では入っている形にはなりましたね。はい。そんなけどね、結構いいメンバーが揃っていてね、面白かったです。で、まあ、他にはね、特には語られなかったんですけど、意外なところとしてはやっぱり、その、寮から追放されたとしても、グエルはそれなりにね、腕を認められてるんだなという形にはなりました。
っぱなんだかんだでたくさん決闘して圧倒的な力で相手を下していたからこそですね、それなりに実力は、認められているということなのかなというふうには思われます。はい、そんなわけでね、まあ、倍率上位の、ね、10名についてのですね解説と考察になっていました。はい、僕の妄想も入ってますけど、まあその辺はね、ご了承ください。お次はリリッケがホワイトボードに書いていたやることリストのね翻訳をねしてみましたので、こちら紹介しておこうと思います。これに関してはその元の英語とそれからまあ翻訳サイトにかけただけなんですけどね、そのあたりについては概要欄にね貼っとこうと思いますので、ちょっと使いたいとかですね調べたい方、よろしくお願いしますね。検索してみて面白い情報なんか見つかったら教えていただけると嬉しいです。でまあ、今回出てきた内容で絞って言うんだとするとですね、まあこの赤字の部分かなとは思います。はい、ちゃんとね PR 動画の放映権みたいなところもですねチェックされていてですね、今回スレッタたちが作ったものをね、これでですね放映権を得ることになると思います。であとリリッケに振られていた法人口座開設に関するね、書類なんかについても書かれていました。で、話には出てきてないところがね黒字なんですけど、あのモビルスーツP は何かわからん、パーメットかな、認定工場の申請だとかですね、あとはですね、まあ助成金に対する審査委員会に対する文章みたいなのもね書かれていてですね、結構いろいろと作り込まれていて楽しかったですね。持続可能な企業の設立申請書みたいなのもね、書いてあってですね、このあたりをうまくでっち上げるのは大変だったでしょうね。そしてですね、まあ今回で言うなら間違いなく経営戦略家の2人がめちゃくちゃ頑張ってくれたんだというふうには思われますし、最後にシャディクがね介入してきたのは、ここに書いてあるね、ベネリットグループ学生企業プログラムっていうところのですね申請書と学生企業プログラム事業計画書っていうところを、作って学園に提出して認可が下りればですね、これで会社成立だったんだけど、そこに対してシャディクがですね、それをするためには学生がそれをするためには安全性を証明しなきゃいけないよと。いや安全性が証明できとったらそもそも魔女とか言われとらんからっていうね、話になってきますので、これは完全にシャディクがですねことを構えることを決めたというね、ことが分かりました。まあそんな感じですね、ホワイトボードの内容について、まあねまたね興味があったりとかしたらですね見ていただければと思いますしね、面白い情報を見つかってきたら教えていただけると嬉しいです。それでは今回まあ一番インパクトがあったと言ってもいいねプロモーションビデオについてね、ちょっと自分が気づいたことをね、紹介していこうと思います。はい、まあ自分もね動画を編集してるんでわかるんですけど、まずこれどうやって作ってるかっていうと、はい、一番最初にガンダムの方エアリアルの方をですねバックがグリーンの場所で踊らせます。で、その後ですね、言ったら屋外でスレッタさんが、それに合わせて踊りを踊ると。最後にまあ室内で多分みんなが歌った歌をね、とっつけたんやというふうに思うんですけど、これでやっぱりね面白いのがまずですねガンダムがですねグリーンバックっていうね、まあグリーンの背景のところでね、まあ言ったら踊らせてるんでね、うまくグリーンバックは消えてないんですよこれ。これもうちょっとねその技術的にできると思うんですけど、例えばですね、僕だったら髪の毛が緑なので、グリーンバックにすると髪の毛の色もね消えてしまうんですけど、元の僕の、データ情報ってこんな感じになってるんですよ、紫色でね。で、グリーンバックじゃなくてそのマゼンダ色っていう、まあ、言ったらマゼンダの色を消す形でフィルターをかけてるんですね。ちょっとやってみましょうかせっかくなんで、マゼンダフィルターの類似性を、調整してこういう風にね変更したりだとか滑らかさをね、変えたりするんですけど、消しきれてなかったらこれ分かりますかね、紫色が表面に残っちゃうんですよこれはい、そんな感じで結構ちゃんとその丁寧に調整すればこの辺りは改善できるんですよ、ある程度ごまかしてね。でそれをまあちゃんとできていないっていうことは ねそういうことですね、まあ、学生が頑張ってやっつけ作業で、やりましたよということが、よくわかるねシーンでした。なかなかにねこれねエアリアル面白かったですね。またですね他にもいろいろ分かってエアリアルを先に踊らせてそれに合わせるようにスレッタさんが踊ってるから、ちょいちょいスレッタさんが目線でですね多分エアリアルが踊ってる画像をチェックしてるんですね。で立ち位置なんかも最初と調整するんだけどエアリアルの着地地点とスレッタの着地地点が違うから途中でなんかエアリアルがスライドするみたいなね、形になってですね、面白かった部分でした。でですね、この途中にヤギが映るところを見てほしいんですけどこれ何かっていうとですねエアリアルをグリーンバックのねところで踊らせてですね、で後から編集でグリーンを抜いてるんですけど、この時に多分踊ってる手前にヤギが通行しちゃってるんですよ。これ演出としてですねヤギを入れたんじゃなくて、これよく見たら分かるんですけどエアリアルの手前にヤギがいるんですよ。そう
後で貼っつけたわけじゃなくて、エアリアの手前にヤギがいたので、アリアルが緑の背景の手前で踊ってる時にですね、それをもうかなり引きで撮影してたせいで前をヤギが通ってしまったんじゃないかというふうには思われます。だからね、その後のヤギがですね、なんか変な感じに消えていくんですよ。これはですね、まあ、緑色のものがですね、ヤギの手前にも何かあったかね、映っていたかみたいな形になると思いますので、このあたりはちょっとね、もっと詳しい方が教えていただけるかなと思いますけど、ヤギはもしかしたら入れる意図はなかったかもしれません。はい、ただ1回のね、その本番のその一発撮りやったのかなというふうには思われますので、ね、燃料とかもありますから、そんなわけでですね、ヤギが入っちゃった部分だと思います。他にもやっぱり面白いのはですね、スレッドさんが踊っている時にですね、パートが変わるごとにですね、徐々にこうね、あの日が経っていくんですよそう、日というか時間が経過していてね、つまりですね、朝からスレッタさんはですね、撮影開始してですね、だん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 ですね、その何回も何回も踊らされまくっていたわけですよ。で、スレッタさんの顔を見たらよくわかるんですよ。朝ちょっと眠そうにしてるんだけどね、だんだん体が起きてきて、で昼間はまだ元気なんですよ。ただ夕方になるとですね、疲れが見えてそして夜はもう疲労困憊してるってね、形にはなりました。もう最後目がいっててね、かなり心配になってくるんですけどね、そんなわけでですね、まあ結構楽しくね、あの見させてもらったんですが、まあ PV 班ね、特に、スレッタ・マーキュリーは今回、ね、とても頑張っていたと、ね、言ってあげましょう。はい、ちゃんとミオリノさんにね、誰か報告してあげてください。ただ個人的に思ったのは、そのあ、編集ソフトとかは本当に今の技術と大して変わってないなっていうとこですよ。なんかエアリアルのグリーンバックとかもね、そうやし、なんか音声とかスレッタのズレとかもねもうちょっとなんとかできると思うんだけど ね、なんかあの後ろ側に走ってる電車が編集点の線で急にねワープしたり消えたり出てきたりね、してましたのも面白かったんですけどね、こういうのを AI でごまかせないね、感じで考えるとですね、我々のね、その使用感から AI の部分はですね、多分やっぱりそのそこまで進化できてなくて、もしくは進化を制限されてる、と見ていいのかもしれませんね。なんか今回も出てきた通路パネルなんかのね、まあ情報とかですね、すごいインフラは整備されてるんだけど、まあ送ってきたメールをチェックするミオリエさんのね、仕草なんかもね、今の我々の使用感とね、しっくりしてました。プロスペラのところにですね、話を聞きに行くときにですね、なんか記者インタビューみたいな形で、ね、机にね、録音状態でですね、録音ってなってる状態のね、スマホを置いていたね、ところらへんもね、なんか使用感すごい同じでしたよね。で、せっかくそのインタビューに来て、録音ボタンを押してですね、テーブルに置いといたのに、プロスペラが自分で説明せずにですね、ハイデータって言ってね、送ったから、録音ボタンをね、停止していたところもね、ちょっと面白かったですね。そんなわけでですね、編集技術とか AI 的なインターフェース感っていうのは我々の時代とあんまり変わっていないんだなというふうに思いますね。それでは、まあ、今回の、ね、キーパーソンであるシャディック・ゼネリーについてもですね、少しだけ1話から振り返ってみたいと思います。彼はですね、1話から登場していて決闘委員会として仕切っていましたが、ガンダム・エアリアルを見た時に、ガンダムが、まあ、グエルに圧勝した時に本当に魅力的なものを発見したよっていう顔をしてるんですよ。でこれがまあ今回のシャディックの全てなのかなと、個人的には思うんですが、それ以降ね、エアリアルについては、情報を集めています。実際にですね、エアリアル、まあ、プロスペラを糾弾するときに会議に参加したりしてですね、サリウスの命令で、ガンダムを潰すためのですね、動き、情報収集をさせられる形にはなりました。3話においては、まあデリングがガンダムをあれだけ否定していたのに、なんでグエルとの再戦っていうものを認めたのか、ね、結局エアリエルを破棄できなくなってしまったからね、お前はスレッタのタグレット言われてですね、スレッタ周りについていろんなことを調査しています。またスレッタに興味のある人物なんかにも接触してですね、いろいろとね、スレッタの情報を集めていたことがはっきりと分かりましたね。そして、その一環として多分ニカにも、まあ、接近してですね、ニカからなんとか情報を集めていたのかと思われます。シャディックの命令されていたことって、スレッタ周りをですね調べろって言われていたので、スレッタと、まあ、一番最初に仲良くなったニカにですね、うまく接触して、支援の代わりに情報を得るみたいなことはしていたかもしれません。今回というか、まあ、前回エアリアルの情報を得たことによってですね、言ったらこうペール社と結託するしてですね、エアリアルを追い詰める行動ができたわけですから、シャディク側のね、行動としてはですね、もう完全に親父の言いなりとしてですね、働いている形にはなります。ここに矛盾点は、ないというふうに思われます。
サリウスに信頼されるために、サリウスの、まあ、命令をしっかりと忠実にね、やってですね、信頼されるために成果もしっかり出していくっていうところが、シャディクのスタンスにはなっています。ただですね、今回シャディクはですね、ちょっとそのサリウスの命令の範囲を明らかに超えて行動している部分が結構多いんですね。まあ、自分で語っていた、語り口から言うとですね、まあ、グエルとかですね、ミオリネを取り込もうとしていたところもあってですね、彼はですね、父親に信頼されるために、もともと孤児だったからこそですね、信頼、実力で成り上がってきたからこそ、父を裏切るような真似はできないんだけど、彼が本当に望んでいるものはですね、サリウスの望みとは逆ということがね、今回ちょっと書かれたと思います。サリウスの考えている、ガンダムはね、徹底的に廃絶するための動きっていうものがですね、それは親父、視野が狭いぞと。ガンダムは魅力的なですね、軍事産業に対してですね、ものすごい飛躍をもたらすようなね、技術だからこそですね、それは自分たちがですね、掴んで使わなきゃいけないっていうところが、シャディクの感覚なんですよ。で、これはガンダムに見せられたっていうところはあると思うんですけど、やっぱり父親たちの古い感性っていうものにへきへきしていてね、そしてですね、新しい時代を作る仲間を探してるんじゃないかなというふうには思われました。だからこそ自分が直感でね、素晴らしいと思ったガンダムっていうものをですね、評価してるし、自分の手の内にね、入れようとしてると思います。今回ね、あのミオリヌに対してね、エアリアルに興味を持ってる企業を斡旋できるよみたいな話をしてたんだけど、これ実はシャディク本人のことかもしれませんね。実はね、会社が軌道に乗るまでは自分の裁量でこっそり支援をして、自分が最終的にね、買い取って自分の手にね、入れようとしている可能性なんかはありました。単なる斡旋では終わらなそうでしたよね。そんなわけで、サリウスに、忠実な駒として働いてはいるんだけど、その実を持ってることはサリウスたちをですね、完全に、まあ、ベネリットグループを乗っ取って、自分の考えてる新しい時代をね、この業界に起こそうと考えてそうな感じがありました。で、ミオリネ自身にどこまで執着してるかどうかっていうのは、ちょっとわかりませんけど、ただミオリネよりも多分野望の方を優先してます彼は。グエルに対してもですね、まあ言ったら、グエルのことはね、買っていたから今回も勧誘に行っています。グエルはですね、憐れまれてると思ってですね、それを蹴ってるんですけど、シャディクは多分この自分たちの新しい世代の実力者たちで新しい時代を作りたいと思ってるんじゃないかなというふうには思われますね。で、まあ、シャディク的には、まあ、決闘する予定はないよと言っていたんですけど、それは、現状ミオリネを勧誘して取り込もうというね、手があったからだと思われます。もしかしたらですね、医療技術としてのガンドアームっていうものはですね、シャディクの中ではいや、それは違うと、思える部分なんだとすると、次回決闘をね、提案する可能性なんかは結構あると思います。今回モビルスーツがですね、複数体、送られてきていましたので、もしかしたらサディクは決闘という形の前段階としてですね、やや強引でバレたらやばいような、とがめられるような武力的な手段を取るかもしれませんね。私たちは覚悟してるみたいなことを言っていましたので、周りの取り巻きたちが。ただ、なんだかんだで失敗して、チーム戦の決闘っていうところに落ち着くんじゃないかなと個人的には思いますね。わかりませんけど、あの今までも1対3とかはあったんだけど、チーム戦タッグ戦っていうのがなかったんですよ。で、これはそういう条件の決闘を申し込むんじゃないかなと思います。今回の話で言うならですね、ミオリネの会社設立を邪魔したシャディクに対してですね、ミオリネが決闘を申し込むという流れになりますので、じゃあ決闘の内容や条件に関しては、シャディク側はかなり優位に作ることができそうです。多分は、6対6の、ね、団体戦みたいなですね、無茶ぶりをしてくる可能性は、あると思いますね。で、一応ですね、まあ、パイロットに関して言うなら、まあ、シャディク側はですね、強い6人が揃っていますので、まあ、6対6という提案をするのか、それともですね、3対3とかに何らかの事故とかね、アクシデントが起きてですね、シャディク側もなる可能性はあります。それを考えると、まあ、トップ10に入っている3人がね、出てくる可能性ってことですね。いや、でもね、地球量は結構きついんですよ。パイロットがいないから、あのチュチュ先輩と、スレッタ・マーキリーさんっていうところの2人しかパイロットがいなくて、モビルスーツに関してはペール社からね、行ってる、まあ、ファラクトが操縦無理やとしてもですね、モビルスーツなんかに関してはですね、回ってくるはずなんで、一応は入るはずなんですけど、パイロットがいないんですよ。いや、どっかにね、
いたらいいんですけどね。その哀れみで勧誘されるのは我慢ならんけどね。でも実力を認めてくれる相手に対してはですね、プロポーズまでねしてしまうようなね、そんな感じのね、めちゃくちゃ優秀なパイロットで、しかも行き場に困ってるようなね、そういうキャラクターがいたらね、非常に助かるんですけどね。はい、そんな感じで、まあ、チーム戦を楽しんでいきたいなというふうに思います。うん、そのエランが戦っていた人たちはね、1対3で戦っていたんですけどね、彼らはまあチーム戦というわけではなかったと思いますし、あっさりとやられてしまいました。うん、一応ね、彼ら名前出てたんですけどね、ワンジー、ウーメイ、オッシュっていうことですね。ワンジーに関してはですね、顔が出ていましたんで、はい、やっぱり負けてしまってるからオッズは下がっちゃってるんでしょうね。トップ10にはやはり今回も今いなかったですね。いやー、どっかに3人目のパイロットいてくれればまだね、ちょっとね、対抗できそうな気はするんですけどね。どうでしょう。最後に個人的に楽しかった注目点2つ紹介しておこうと思います。一つは今回も出てきた、ね、パネル式の通路ですね。はい、タッチするとですね、触ったところをですね、からですね、重力がコントロールされて移動する通路になってるんですけど、これがね、今回違ったんですよ。うん、何が違ったかって、このね、通路のね、パネルってその向かって右側が光ってたら、それを触った時左側に移動するようになってるんですよ。で、3話でスレッタとミオリネが使っていた通路は、反対側は左側 のパネルの左側が光ってるんですよ。これどういうことかっていうと、一方通行なんですね。どっちのパネルを触っても、向かってる方向は同じになってきてですね、一方通行の設定になってたんだけど、今回はですね、そういうわけじゃなくて、反対側のね、廊下のね、パネルはですね、右側が光ってるので、そう、同じように見えて、今回は、右側通行の通路に、ね、なっていたということだと思います。ね、これはね、状況とか用途に書いてですね、設定を変えれるとは思うんですけどね、このあたりの違いを見るとですね、あ、みんな日頃からどういうふうにパネルを使って生活してるんだろうなっていうところがね、惚れるので、まあ、こういうところ細かく作ってくれてるね、なんか水星の魔女は面白いですね。うん、場所は違うと思うんだけど、すごく似たね、デザインになっていましたので、こういうのがすごくですね、統一されていてですね、安心感が、強い部分ではあります。そして2つ目ですね、チュチュ先輩について。そう、チュチュ先輩がね、これ見たらわかるんですけど、最初全然私に関係ないっていう感じでですね、でミオリネが正しい答えを出すまではですね、納得してなかったんですよ、チュチュ先輩。この会社が本当に何を売るためのものなのかはっきりさせろよってね、俺ら私たちが納得できなかったらお前出ていけよっていうスタンスだったんですよ。でもミオリネがその仕事を振ったんですね。 PV 作ってあんたらみたいなことで仕事を振ったんですよ。で、振ったことに対して頑張って作ってるスレッタにですね、ちゃんとチェックしてくれてるんですよ。ここ編集点バレバレみたいな、多分ですね、電車がいきなり現れたり消えたりしてたんですよね。これを説明してですね、スレッタが作っているのをですね、チェックしたりアドバイスをねしたりしてくれてるんですよ、このチュチュ先輩。うん、まだミオリネが正しい答え出してないのに。で、だからね、多分ニカは全てが終わった後にチュチュにありがとうねって改めてチュチュだけに言ってるんですよ。だからこれはチュチュがまだ納得いってない段階からスレッタの動画作りを手伝ってくれていたっていうことになりますので、うん、これはね、先輩としていい先輩やってくれてるんですよね、チュチュ先輩ね。うん、まあ見方は様々だとは思うんですけど、で、これは多分ニカとかね、先輩たちにも優しくしてもらえたからね、もらってたからスレッタにも優しくしたのかなというふうに思うとですね、なかなかにね、その地球寮のメンバーね、見ていくとね、なんか癒される部分ではありました。いやー、幸せになってほしいんですけどね。最後までのご視聴ありがとうございました。まあダラダラしたね、話にはなってしまったんですけど、今回は8話見返しての解説考察中心に紹介してみました。今後もね、このチャンネルでは感想動画については上げていこうかなと思いますし、場合によっては考察なんかをね、していこうと思っています。まあガンダムシリーズとか SF には詳しくないんですけど、皆さんと一緒に楽しんでいただければ嬉しいかなと思っていますので、まあチャンネル登録、コメント、高評価などで応援していただけると、より励みになりますので、よろしかったらお願いします。ではでは、またの機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。